締めくくりにあたりまして、加藤健次郎さんに蛍の光を演奏いただきます。曲を演奏いただいたわけでありますけども、まあ今年実はまあチャンネルさくらはまあ、いつもやっておりました、ね、隠し芸大会なんかありませんでしたけども、最後に皆さんにこういう芸をお届けすることができたということで、まあ、大変良かったなと思いますけどもね。